い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビージです。では今回は信長の予防大使本能寺の変の後の明智光秀プレイ、続きをやっていきたいと思います。でここまでですね、反明智という包囲網が敷かれている中、なんとかそれを突破しつつあるという状況で、今ですね、毛利と秀吉が激突中というところなので、これに乗じて秀吉をね、壊滅的なダメージを与えていければいいかなというふうに思っています。で、そのために邪魔となっている、まずはね、この常沖、照政ですね、この高槻城、さらには有岡城、この2つをまずはダッシュして、秀吉をね、追い詰めていきたいなというふうに思います。で、そのための兵糧は十分にあるというところなので、早速宣戦布告、兵を出していきましょう。左近と氏里がね、入ってくれてるのも大きいですね。もちろん敵になる勢力もいれば味方になる勢力もいるということで、味方になってくれるのが、毛利、上層壁に鈴木と。毛利、上層壁は今ね、むちゃくちゃ勢いあるので心強いですよね。早速まずは高槻に兵を出していきます。左近12,600、十分勝てるな。ここは勝ちが揺るがないなら一旦任せちゃいましょう。ダメージがちょっと出るとは思うんですが、しょうがないよね。行くぞ、出陣するぞ。このまま高槻、有岡と2つ城を取りましょう。使いの者が来たよ。池田からの交渉、無条件講和はありえないでしょう。城1つよこすという話であればね、もちろん考えるんですが。逃げ道を残すな。報告します。先月の収支です。兵糧も金もちょっと余裕が出てきているので、やることをやっていきます。まずは証券進出、でかいところからやっていきたいんで、金山のあるところからいきますか。で、さらに兵糧もこの後欲しいので、兵糧も手に入れていきたいんですが、その前に鉄砲と群馬、これをね、買っていっちゃいましょう。で、あとはどこに何建てるというところなんですけど、建てられるところに限られているものは、しっかりと建てていきます。この先毛利と合戦になるってことを考えると、連兵所を、近くに、三木城の近くに置いておくのがいいかな。で、金がなくなったと。高槻、有岡落としたら、大阪にいる秀吉、この軍勢も撃破して、畿内一円を光秀の明智の領土として組み入れましょう。まだ二正面戦争するだけの体力はないんで、しっかり池田、高槻、有岡を落とした後に秀吉の石山御坊、この辺りをね、攻略していければいいかなと思います。高山右近とか能力的にはそこそこ使えるからな、一旦逃がして後で味方に組み入れましょう。で、左近はそのまま有岡城へと向かわせます。進め。報告いたします。さあ、表情だ。表情もだいぶパワーアップキットでは変わるようなので、それはそれですごく楽しみなんですよね。どんな感じになるのかというのは。
城下町支援中。これ結構大きいな。お、五右衛門だ、五右衛門。アクロ、行軍速度上昇中。兵糧消費量減少中。悪くないね。両方ともすぐにでもやりたいけど、まだまだ両方とも足りないな。できるのが大名発言か。大名の表情発言、これ大きいね。光秀がなんだかんだ言ってもやっぱり一番優秀ですからね。その光秀の発言ができるのは大きい。そして大野春長ですね。まあ、さすが大阪近辺というだけあって、この辺りの武将が入ってくれるのはありがたい。そうすると馬山市の茨城ですね。何度かお話したことあるかなと思うんですけど、昔ね、大阪江坂に住んでたことがあるので、まあ、仕事の転勤というか、その時ね、この辺りも、まあ、よくではないですけど当然近かったんで、かしこまった。この辺りは連兵所を中心に作っていく。結局士気が高い状態で出れるというのは大きいからね。かしこまった。特にこの後前線になるようなところに対しては、連兵所を作っておけば士気が高い状態で、まあ、合戦が始められるっていうのは大きいので。でその他は群馬と鉄砲を買っていきます。ありがとうございました。あ、そうそう、一応恫喝も入れとく。城を差し出せいということで、まあ応じるかどうかは別としてですね。真珠とかはないね。であれば池田は滅んでもらいましょう。まあ有岡に2000の兵が入ってますけど、まあ、これがどうこうできるようなところでもないと思うので、まあ、問題なく有岡城も取れるでしょう。報告いたします。有岡城を取ったら内政、まあ、施設を建てて、いよいよ秀吉のいる大阪一帯をね、確保しにかかりましょう。で池田の家中を組み入れた場合どうなる。優秀な武将を見ると、まあ常沖右近、まあ、この辺りか。まあ全然いいですね。あとは織部がいますね。左近は一旦戻します。その上で大阪へと兵を進めていきましょう。いや、もう本当に窮地は脱した感はあるな。ここから本当に成長戦略というところになりそうですね。報告いたします。大阪を一気に制圧できたらだいぶ変わってくるからな。お、忠興が狙っているだと。とはいえどうだろう、十分に防げそうな気がするけど、後瀬山あたりちょっともう少し兵入れときますか。そしたら防衛していきます。後瀬山、ここで兵を、まあ7000、まあ入れすぎかな、まあ、5000まで増やしましょうか。で、あとは武将の配属をね、しっかりやっておきます。まず有岡城、ここは、まあ、池田を入れておけばいいかな。常沖輝政、まあ、この辺りの一門衆を入れておきましょう。で高槻城には高山君を入れます。ウコンで、他
まあ、与力的な位置づけで、ウコンつながりで松倉ウコンを入れて、さらに山口、この2人を入れて、有岡城を任せましょうか。で、そうだ、日野と伊賀上野にも入れておいてあげないといけないね。ここは、氏里。入れておきましょう。伊賀上野にも人を入れてあげなきゃいけないで、誰入れる？統率が高い武将をやっぱ入れておきたいからな、上司級には。斎藤利光、いや、磯野、長浜、ちょっと入れづらいな。中川、秀成、清秀は、中川、清秀はまだ仲間にはなっていない？なってるね。それに、そうだな、もう一人二人寄り木的な存在を入れてあげたいな。井戸さん入れておく。で、さらに伊賀と日野、ここは特に日野の方は歩兵して、まあ宇治里がそれなりの兵を引き入れるような状態にしたいですね、数的にという意味で。弓木城、あとは竹部山、全然兵入ってないな。これ先に細川忠興ぶったたいてもいいかなっていう気すらしますけど、まあ、ここは一旦は予定通り秀吉の大阪を先に攻めしましょうか。最近ね、全然違う話するんですけど、スラムダンク、またね、ちょっと面白いなと思って読み始めてるんですけど、まあ、あまり時間もないんで、そんなにむちゃくちゃ読み漁ってるわけではなく、かいつまんでという感じではあるんですけど、やっぱね、面白いですね、あれは。むちゃくちゃに。作れるエリア、ないな。隣接してないといけないんでしょ。新しく城を取らない限りどうにもならんからな。証券エリアもないしね。そしたら防塁をもう改めて作る必要もないんで、バランスよく城の周りに配備していきますか。茶屋、あとは傭兵塾。傭兵塾とかもね、その武芸塾もそうなんですけど、塾系は経験値アップとかっていうのがメインなんで、まあ、果たして本当にゴリゴリ必要かというとちょっと微妙かなというふうには思うんですが、まあ、金に余裕があるうちにいろいろやっておくというのはいいかなと思います。でバランスよくやると、まあ、いわゆる器用貧乏みたいになるんじゃないのという懸念もあるんですけど、それはそれで僕はいいかなと思うんですよね。汎用性があって。では、五所にも光秀で入ってるし、筒井城には、ちょっと待って、どこにいる？武将がどこにいるか確認しましょう。左近どこに入れたっけ？左近なしでは成り立たないからな。筒井城にいるよね。まだ戻りきってない。ちょっと一旦進めちゃいましょう。志半ばで報告いたします。鈴木長宗我部とのドメガと1ヶ月。これより表情を始め、お、光り輝いている。半端ないね、やっぱ光ってると。さらに高山ウコンも、まあ高いレベルでウコンは本当に能力がね安定してますからね。左近さすがよ。あの映画関ヶ原に出てくる左近がね、またかっこいいんですよね。本当にでも憧れちゃいますよ。牧畜支援の2も入れます。金がね、プラス4816っていうのが本当にでかい。
ここまででかい金が入ってくるとなると、ある程度余裕が出てくるんで、何をやるにしても。じゃあ継続発展で、まあボール類は置いといて、ボール以外のところを中心にいくつか継続発展させておきます。あとは鉄砲よ、鉄砲。でさらに秀吉に対して宣戦布告、大阪をもらおう。秀吉もここは兵を、援軍を出す余裕はないはずなので、一気に大阪一帯を手に入れちゃいましょう。まあ、当然秀吉の方もね、迎え撃って出てくるとは思うんですが、戦場上限が1万5000に対して大谷義次が1万4000か、嬉しくないな。場所を変えたい。高屋城を先に攻略する。後藤又兵衛のここに対してだったら明智勢2万5000動員できるんで、だいぶ楽になるね。兵糧は8月9月の収穫の時期まで持ってくれれば OK です。お、秀吉と吉川元長軍が激突か。ここを吉川元長軍の方が圧倒的に有利でしょう。そうだよね。さあ合戦だ。勝敗は采配次第ということであれば采配振るいます。陣はこちらが取ってるはずなんで、大谷義次とよく戦うな。まあ、確かに義次優秀だからな。まあただ負けるわけにはいかないので、本陣切り込みか。いやー、そんなのはいらない。ここは無人機で行く。我が力お見せしましょう。敵の方は官兵衛。うわ、強えな。行長、又兵衛、長政。くぅ、みんな強いね。こちらは鉄砲に活路を乱す。何？これでもし負けるようなことがあるとかなりピンチだからな。しかも鉄砲、向こうが陣を持ってるとなっちゃうか。鉄砲は光秀だけ。誤算だな。どうする。ちょっと一旦陣的にはそうだね、みんな左翼に兵を集中しよう。本陣切り込みってそうだよね、陣が向こうにあるから本陣切り込みが出てきたんだよね。その辺ちょっと考えが及ばなかったな。手を打ちましょう。始めるぞ。ゲチよ、お覚悟願います。全軍を左翼に集中して陣を一つずつ奪っていきましょう。兵力は勝っていてもね、相手の方が本陣がある以上はどうにもならないんで。さあここは敵兵を、お、しかも大谷義次が突っ込んできている。これはこれを撃破する以外に道はないぞ。ご命令をお覚悟願います。取り囲んで始めましょうか。敵の目線、ここは取り囲む。これが我が策にございます。取り囲んで突っ込んできた。お命令ください。覚悟しろ。ゲチよ、始めるぜ。大谷義次を壊滅させる。これで合戦に勝利できる可能性があるんで、
他には目もくれるな。大谷義次、ただその舞台だけを壊滅に追い込め。それでいい。手を打ちましょう。我が策、ご覧ください。一、覚悟を願う。敵の居所知れました。いい、改装してもいい。こちらの目的はただ一つ、大谷義次、その一人だけよ。始めるぜ。お覚悟願います。これが我が策にございます。さあ大谷義次、これを取り逃すなよ。囲んで壊滅させる。絶対に取り逃すな。いいんです。とにかく大谷義次の本陣目指してみんな突っ込め。覚悟は良いか。官兵衛も来てるからね。長政の鉄砲もでかいな。大谷勢を踏み潰せ。くー、つねちゃんがここで回想か。こうなるとちょっとまずいのが、ご覧ください。さて踏み潰してやるぜ。大谷義次が離脱する経路ができちゃうんですよね。大谷隊を踏み潰すんだ。もうちょっとまで来てるんだよ。あと500切ってる。宇治里がこのざまか。さあ大谷は逃がすなよ。しっかり追撃しろ大谷隊を。大谷隊の追撃、手を緩めるな。あと82、あと82、82まで来てるんだ。50、削り取れ。あと32、削り取ろう。くー、敵も先方連打してくるが、大谷勢ここで壊滅ですね。いやー、陣が敵にあった分少しヒヤリとしましたが、ご利用しで大谷勢を撃破。損害は大きいですが、まあ、確実に城2つは取れるでしょう。カズージ、我が軍門に下ってもらう。石野は処刑で、光秀はこのまま高屋城を落とす。で、飯盛御坊、石山御坊ですね。この2つの城も
勢いのまま取る。で、鈴木と長宗我部とは同盟の延長をもちろんします。報告いたします。先月の収支です。ちょっと兵糧が大軍導入した分きついね。取引を行いましょう。買っておく。取り計らいます。金がなくなったのでしょうがないね。秀吉からの使者か。無条件はないよ。だから無条件降伏、無条件降伏というか無条件でさ、その停戦はないでしょ。ただ毛利と秀吉が講和を結んだので、秀吉軍が全軍こちらに振り向けてこられると、まあ、苦戦は火を見るより明らかですね。ちょっとそうならないように気をつけたいな。というか、まあもう秀吉と毛利は和睦はしてしまってるので一旦ね、まあ停戦って言った方が正しいですかね。なのでそうなるとどうだろう、やれることってなると注意する以外になんかある？考えをやれるだけやっとく。大垣城とかもね結構重要だけどもうないか。そしたら少し時間長くなってきてますが、高谷城までは取っちゃおう。手段は選ばぬ、勝つためなら。捕縛武将、うん、戦国権兵か。まあ欲しいけど一旦、殺す、いや欲しいんで残しとく。片付けない。で貢いで、これはさらに森山へと向かわせます。というところですかね。じゃあいい時間になりましたので今回は、ここまでにさせていただいて、次回ですね、井森山石山号この2つ取って、機内から秀吉の影響力を完全に排除していければいいかなというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。